トータルビューティールラの高木です。ルラ雑毛カウンセリングでは皆さんからいただいた雑毛についての質問や疑問にお答えしていきます。それでは今回の質問です。東京都にお住まいのラジオネームゆっきーさん、二十九歳女性、教育関係のお仕事の方です。 ワックス脱毛と光脱毛の違いは何ですかという質問です。ワックス脱毛はワックス剤を塗って毛と絡ませて引き抜くっていう原始的な脱毛方法に対して光脱毛は機械で毛の元になる細胞に光を照射してダメージを与えて生えて 来なくするという脱毛方法です。効果の違いなんですが、ワックス脱毛には即効性があるんですね。やったその日にツルツルにできるので、旅行の前とか水着を着る前とかいいですよね。クリスマスやバレンタインといったイベントごとの前にもやる方が多いです。 光脱つは速攻性がないので定期的に通わないと意味がないんですね。毛周期という毛の生えてくるサイクルがあるので一回では効果がないんです。続けていくことで回を重ねるごとに毛が少なくなっていきます。では、いつやればいいのか。これが重要なんですけど、 ワックス脱毛はやったその日にツルツルにはなるんですけど直後は赤みやひり付きが残ってるんですね毛穴も開いているので2日間ぐらいは雑菌が入りやすい状態ですなので大事な予定の3日前くらいにやっていただくのがベストだと思います裏では 土日に皆さんお出かけする予定とかあるので水曜日とか木曜日くらいに受けに来る方が多いですね。光脱毛は通っていいいる間は日焼けけけけを避けななければいけないんですね。事故処理もなるべくしてほしくないのでお肌の露出が減る冬に始めてもらうのがベストですそうすれば夏頃にはだいぶ毛が薄くなっていると思います。 VIO ならビキニや洋服で隠れるので夏でも全然大丈夫です。全裸での日焼けサロンは避けてください。そしてワックス脱毛と光脱毛の大きな違いは次に生えてくる毛の量です。ワックス脱毛では3ヶ月ぐらい何もせず放置すると また元の毛量に戻っていってしまいます。必要な時にだけムダ毛処理できるのが特徴です。逆に光脱毛では回を重ねるごとに毛量を少なくしていくことができるのでもうここ心けいらないって時は光脱毛をするのがおすすめです。ただ光脱毛ではできない箇所があるんですね。 粘膜部分や肌の黒い箇所、産毛や入れ墨の入っている箇所もできません。ワックス脱毛はできない箇所はなくて、細かい産毛まで処理することができます。裏では、ワックス脱毛と光脱毛の併用ができる機械があるんです。バルジ領域という、 毛を作る細胞に働きかける新しい機械で毛がない状態でもできるのでワックス脱毛をしたすぐ後に光脱毛ができます両方の効果が得られるこちらの機械が私的には今一番おすすめです痛みに関してなんですがワックス脱毛も光脱毛も痛いって結構言われるんですが ルラの機械は全然痛くなくて、本当に光当ててるのって言われることが多いです。私もスタッフの皆さんもみんな経験したんですけど、本当にちょっとあったかいぐらいで全然痛くありません。なので痛みが怖いっていう方はルラの機械がおすすめです。ユッキーさん。 ワックス脱毛と光脱毛の違い、理解していただけたでしょうか脱毛に関する素朴な疑問や、ちょっとした不安など、お気軽にお寄せください。実は、脱毛に興味がある方や、毛にお悩みの方も多いかと思います。ルラ脱毛カウンセリングの番組ホームページに質問フォームがありますので、こちらからお願いいたします。それではまた次回、トータルビューティールラの高木でした。